have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. はい、ということで前半見ていただきました通り、イーボルさんとのコラボシューズ第2弾を本日はご紹介させていただきました。ここからは今回のシューズのテーマや私のちょっと思いについて少しお話しさせていただきたいと思います。で、今回のテーマがですね、前半の動画でもありました通り、軽やかに美しくというテーマとなっています。私自身2022年春夏はですね、心も体も軽やかに解放したいっていう思いが強くありまして、軽やかな生地感のお洋服によく合う軽やかな印象のシューズにしたいなと思いました。で、私が思うイーボルさんの良さなんですけれども、気軽に購入できて、かつ気軽に着用できるところだなっていうふうに思っているので、日常的にさっと履いて気持ちも軽やかに外出できるようなシューズがイーボルさんと相性がいいなと思って、履きやすいミュールタイプを今回は選んでおります。シューズの特徴などについては前半の動画でご紹介しているので割愛させていただきます。で、ここからは商品の詳細な情報やサイズ感についてお話ししたいと思うんですけれども、
まずですね、発売開始が明日1月22日土曜日、オンラインストアではお昼の12時から販売開始となっております。この他にも店舗で販売予定となっておりますので、こちらに記載してあります店舗がもしお近くにある方で、まあ、ちょっと実際に実物が見てから購入したいという方はこちらの店舗に行ってみてください。こちらも同じく明日のオープン時より販売が開始されます。で、価格が5400円プラス税となっておりまして、サイズ展開がですね、S、M、L、LL となっております。で、ちょっとサイズについて後ほどご紹介させていただきます。カラー展開がブラックとベージュですね。で、ヒールの高さ3センチとなっております。お届けがですね、即納になっていますので、前回は予約で購入いただいたんですけれども、今回は購入いただきましたらすぐお手元に届く形となっております。はい、で、サイズのお話に戻るんですけれども、私の着用感をまずお話しすると、私 24.5 か25を日頃履く人なんですけれども、今回 L サイズのサンプルを着用しまして、とてもちょうどいいと感じました。かかと部分が特にないミュールタイプになっているので、あまりこうサイズを気にしすぎなくても大丈夫かなという感じがあります。で、あとですね、スタッフ2名の方にも着用感だったり履いてみた感想をお伺いしているので、こちらもご紹介させていただきます。まず M サイズ着用のスタッフの方ですね。普段 23.5 センチ着用していて M サイズで問題なかったということです。ポインテッドで少し細身ですが、ニット素材で柔らかいので足への負担はないです。また甲が深いデザインのため、ミュールでも脱げる心配はございませんということでした。そうですね、ミュールってちょっとパカパカしたりとか、かかとがない分脱げてしまいやすいんじゃないかっていう心配される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、本当に甲が深いデザインで、ニット素材もそんなにこうビヨビヨ伸びるタイプではないので、脱げるような感覚なく着用できるかなと思います。で、もう一方 L サイズ着用のスタッフの方ですね。普段 24.5 センチを履きますが、L サイズで問題なかったです。ミュールなので、靴ずれの心配もないです。デザイン上、少し長めの木型なので、カジュアルになりすぎず、きれいめに履けます。私はスカートやワンピースに合わせたいです、というふうにいただきました。今回、こう、私もこのシューズですね、履いてみて、スカートとかワンピースすごく相性いいなと思いました。なんかボトムスの長さを問わないミュールになっているかなと思うんですよね、甲が深い分で。結構軽やかな印象で履けるものなので、その軽やかな生地感のスカートだったりワンピースにすごく相性が良くて、今まで私結構パンツ派でパンツばかり履いていたんですが、今回のシューズを履くにあたり、こうスカートとかワンピースを揃えて、いろいろ着てみて合わせてみて、すごくスカートやワンピースが好きになりました。なので、いつもパンツしか履かないっていう方でも、このシューズがあればスカートとかワンピースもこうおしゃれに、あまり甘くなりすぎず品を保ちながら着用できるかなと思いますので、こうスカートと合わせてこちらのシューズを購入されるのもとってもおすすめかなと思います。はい、ということで本日はイーボルさんとのコラボシューズのご紹介でした。ちょっと軽やかさを手に入れたいなっていう方はぜひぜひチェックをしていただけたらと思います。ミュールタイプで、その履くボトムスも選ばないので、もうサッと履いてサッと脱げるっていう、これがとても気持ちの軽やかさにもつながって、こう軽やかに出かけられるシューズになっていますので、まあ、日常でガシガシ履いていただけたらと思っています。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。